これいつもやってるんですけどね。新しい醤油からここ言うとね、言いますけど、何度も同じこと言ってんのよ。ここ自分が拠り所作りたいの。だからみんなこうやってここ拠り所欲しいの。こうやって拠り所を作りに行っちゃうので、作りに行っちゃうと彼女の拠り所になっちゃうの。これ彼女の拠り所、自分の手が彼女の拠り所になっちゃう。だからやられちゃう。だから来たら関係なくて、で、彼女の隙間探してるの。隙間に出てきたの。だからここを拠り所にしちゃダメ。僕が拠り所にしたくてこうやって持ってっちゃったら彼女の拠り所になっちゃうの、これ。だからこれ利用されて、拠り所にされてやられちゃうの。だから取ったらね、よりどころに彼女はしてないの。だから夫となっちゃって、あたあたたたって、受け身の人があたたたって、こうにあたたたってバランス崩すようにやってほしいわけ。これよりどころしちゃったら、もっとこう作っちゃうね。やられちゃうんだよね。だからやられないようにいなくなって、ああいなくなっちゃったって思わせるのがコツなの。そのためには自分でよりどころ作ってこない。よりどころなんだから、よりどころ外していなくなって、あ、いなくなっちゃったって、そういうふうにやってほしい。その隙にで僕の隙間をどっか見つけて、ポカってやられちゃったのよ。だから崩れちゃった。そういうふうにやってほしいよね。で上も下も同じ。ここをバッてよりどころ作っていかないで、こうやって関係ないじゃん。隙間下も同じ。下もこうやってここよりどころ、こうやってもともと行っちゃったらやられちゃうってこと。力抜いてこうやってやられちゃうのかな。ほら今こうやってお付き合いしてるから、彼女こうやって持ってるんだよね。お付き合いする気なければこうやってやられちゃうんだよね。だから お付き合いしようとしまいと関係ないの、これ。だからあと隙間見つけて、彼女の隙間見つけて、こうとほら来たって、そういう風にやってほしいわけ。新しい遠いからね、そういうこと言いますけど、まあそういうことで、だからこれ約束稽古してるのね、合気道で。こうやって手出したのを持ってくる約束なの。でも普通はこういうことないの。手なんかいらないんだから、いらないから、こうやっていらないよね。手なんか持ってないよね、普通の人は。こうやって約束稽古だから、こうやって持ってくるの。一生懸命こう手出された手を持ってくる。それ仕事なの。それ合気道の稽古の方法だ。稽古の方法と実際は関係ないかな。実際は手が出てきたら邪魔だな、これって言ったら、邪魔でいらねえから、こうって言ったら避けてないよ。でその時にこうやって来てここが拠り所求めてきてると、ありがとねって、拠り所、俺の拠り所じゃねえよ、関係ねえよって、それ本体やっちゃうのが普通なのね。だからそこのとこよく分かっててほしいの。それでこういう結構があるのね。でこう持たせて持ったから、こうやってこういう、まあいろんな先生いるんだけど、先生の形をやってんだよ、みんな大体ね。で関係ない、本当はそこじゃないから。本当は拠り所作らないで相手の中心もらうっていう。だから手なくても同じ、こう来たらほら、で資格もらってんの、この資格。だから何にも彼女できないからね。で彼女をやりたければこの力抜いてボカってこうボカってくる。でもここに入っちゃってるから、ほら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 、でこうやってで形としてはこうやってやってるけど、実際はそういう意識やらないと稽古ならないからね。形の稽古になっちゃう。合気道の形はいい、すごくかっこいいです。でも本質が全然、本質はそういうところだから、手あろうとなろうと関係ないの、本当は。で下こう、普通はね、重心取りに来るの、あ、顔取りに来るの、こっちの方なんか取りに来るの、ここにいるんだからさ、だいたい彼女の中心に取りに来るんだよね。取りに行ったらいないの、いないんだから、おだってなっちゃったところを隙間見つけてパッてやられちゃったの。そういう風にやりたいんだよ。だから形をこうやって、形かっこよく、こうやって形こうやって、こうやって一斉の感じで、
よりどころ作ったら何もないね、なんないんだから。この人は受け身取って仕事だから受け身取ってくれるけど、形作るのが仕事じゃなくて、この時に視覚に、ね、何でもできますよ状態で、ここ意識がいってると固まっちゃってるの。だからこうこうね、こう手が出るよ、こっちの手も出るよ、こっちの手も使えるよ、足も使えるよ、ね、そういう風にやりたいわけで、それが自由なわけじゃないと、形通りやってたら不自由だから、すごくね、不自由さはわーって見てるとさ、みんな不自由にやってるの、形通りやんなきゃと思ってるから、もっと自由だろ、もっと自由だろ、よりどころにならないで捨ててんのかね、だからここに入ってこれた、そういうふうにやってほしいわけ、ね、まあ、あのよく聞かんだけど、そういう話ね。で、今度足ね、いつもやってる、足自由に使いましょうって、そういう話。足こうね、こう来たら自由だよね、こう足、体、よりどころないんだから、自由に動けんの。くっついてたらよりどころ、くっついてたら自由に動けないよ、こうやって持たれちゃって、自由に動けないよね。あ、本当は動けんだよ、こうやって。動けんだよね、こうやって。動けんだけどさ、本当はそういう、何、うまい人に持たれちゃうと動けなくなっちゃう。だからそこを練習したわけ。だから、取りに来た、取り、形としてはさ、取りに来たんだけど、いなくなっちゃって、隙間見つけられちゃって、ボカッてやられちゃったって、そういうふうに形になる。そういう、あんま意識しないこと、ちゃんと形にね、とらわれないってこと。で、こう、今度こっち好きだったら、こうはね、ここでしましょうか。いなくなっちゃって、いなくなっちゃった。で、手取りに来てくれたんだけど、手なくてもいい。こうやって、それこう。手あったらな、関係ない。関係ないから、これ。転換して、上だったらこう、下だったらこう、下だったらこう。ね、まあ、そういうことを言ったことをさ、ちょっとね、形にとらわれないってことね、大事だから。いや、もう、いなくなっちゃった。でした。彼女いつも関係ないの、彼女勝手に転んでるだけなの、自分が下の意識だけ下に落としたの、彼女の方に消してこうやって彼女崩してやろうってこうやってやってないの、勝手にこうやってやって隙間見つけてきて、ね、ここに落としてきたの、こうやって彼女いてもいなくても関係ないの、彼女たまたまいて転んでただけ、素晴らしい、そういうふうにやりたいわけで、勝手にやってほしいの。じゃあもう少し、あの、それ見つけて、そういうのね、形にとらわれないように、意識的にこうやって見ないの、こうやって、ほら見ないで、ほら、こうやって、ほらね、そういうふうにやってるの。だから、そういうふうにやった方がいい場合もあるから、あんまりこうやって見ちゃダメ、こうやって見ちゃダメ、あーって意識のところにしちゃって、よりどころなくしたいもんね、よりどころにしたいからこうやって見てる。でも、よりどころ欲しいわけじゃないから、ここどうでもいいの、ここ重心欲しいの、視覚が欲しいの、こう視覚手って関係ないの、手はこうやって来ないようにねってこうやって押さえてるんだけど、手を押さえるためにこうやって押さえてるわけじゃなくて、したらやからさ押さえてるだけで、僕が欲しいのは重心、ここ重心で、ここ離したら自然とここに上がってきちゃったの、捨てちゃったから、そう、こうなっちゃった、そういう話だからね、あの、だから、そのこうやるためにこうやってこうやってこうやってじゃない、たまたまそうなったからそうやってやっただけの話だ、だからこう上から行ったのもそうやって、形が先にあってそういう形になってるわけじゃなくて、たまたまそうなっちゃった、結果としてそうなっちゃっただけだからね、そういう話、もうあの説明難しいんだけど、まあそういう話、まあじゃあ足今度自由にこっちね、さっきやったね、今やったね、足自由にこう、足自由にこうか、手関係ないの、手関係ないの、手こうやって見ないの、
いないの、いないの、いないの、全然関係ないと思って、そしてこう来た、そういうふうにやりましょうね、こうして見ない、見てないの、全然見てない、それこうやってこうかね、見てない、見てない、こう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 いうところはほら重心を取らなきゃいけないから入ってるね、こう見てもいい、でもその次の瞬間は関係ないやと思ったら見ないの、そしてこう、ほらそういう練習がこう見ない、こうこう重心もらいたいときは見てね、でもあのなんていうのかな、まあそういう話ね、見てもいいんだけどすぐもう見ない、そしてこうかこうこうが向いてる、見てもいい、でもすぐ見ない、あのずっとこうやって見てるとこれ何についちゃうからね、だからポカッてやったらもうそれで終わり、次のピストルの球を追っかけてないよね、みんなね、ピストル球パーンと打ったらどこ行っちゃうんだよね、打った瞬間はあるかもしれないけど打ったら球を追っかけてないでしょ、だから外れてもどうでもいい、だからこうやって来てこうやって来てポカッてやったら次の瞬間は見てないの、ずっと 見続けてってピストル球を追っかけてないから、次の瞬間はこうね手があったからこうさとかさ、そういうことやってますね、話してる長いな話すごい長いけどさ、そういう話だからね、少しみんなお互いになるべく意識しないで見ないで、そういうことを意図しないとできないから、見ないようにやろうって思わないとずっと見ちゃうからね、あのまあそういう形、じゃあちょっと見ないで少し結構やりましょう、で今日やろうと思ったのはね、あの結んで開いてやろうで、一緒にやるとすごい大変だから、こう右左っていうで、これはなんでこういうふうにやった方がいいかっていうと、こうやって四つ足動物はこうやって歩いてるでしょ、で昔はこうやって歩いて探してんだけど人間もね、要はさ同じ手でこうやってギューってこの同じ力でギューってやるとこについちゃう、でもこっち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 って1、2、3、4ってやる、あ、まあ、右左右左でやると見つかないのね、そう右左っていうのは左手、右手、今度左手、今度右手ってこう来るといつかないよね、一度にやるといついちゃう、ギューってこうなんかだから右手左手って自由に使いましょうねって、で普通はこうやってやってあっ左手やって両手なったら左手だけでこうにしてみるとか、今度右手使ってこう、今度左手使ってこうで、そういう風にやってるのね、あの、で、新しい人はこういう風にやりなさいって言われるから、結構ついちゃう。でも上手い人はね、形はこういう風に見えてるんだけど、実際に力入れてるのはこういう風に入ってるの。だから右手左手使ってるの。こう、右手左手。そういう風に右手左手の練習をしようかなと思って、今日使うのね。そうすると結んで開いてるじゃないけど、その練習で、その練習が上手くなるとこうね、力をグンって入れてこの辺開く、開くと塩田小僧先生みたいになりたかったらグンパッグンパッね、そういう練習ね、グンってこうぶつけたらね、この時グンってこうグン開いて力抜くこうこうこうなんつうかこうなんつうか合わせる、何してんだけど勝手に彼女倒れちゃった、こうやってガンとこうに入ったね、入ったね、で力入って抜いたのかな、ったらこうそういう形もできるようになるから、右左の練習でいろんな稽古方法あるんだけどね、右左右左ってこうね、で左右とかいろんな形できる、これこうやって入ってきて、これこう今こっちね、こうこっち、こう寄せてきて、この手ないしね、この手、そしたらこう来て、この手、右左右左でしょ、全部右左右左、これ左手、右手、今度左手、今度右手でこういう、右左右左できるから、塩投げもそう、塩投げポカッてこれね、右手、ポカッて左手。今度左手からこう回ってきて、これ、こうなってこう左手、
何しろ右手左手なのよ。あの人間の昔のこうやって歩いてこれね、ぽかってこれね、これ右手で、今度左手、今度右手、あ、左手か分かんないけど、で、今度こっちの手で、今度こっちの左手、右手、左手よ、全部そういう感じだから、だからそこのところにちょっと意識持ってって、で、右手、左手使って、こうやって、こうやってで、こうやって、こうやって、こうやってもいいよ、こうやって、こうやって、ガン、パッと離してるのね、隙間、ガン、パッね、こう、ガンってつけるの、つけるの、ガンってつけるの、ガンってつけるの、ぶつかったらこれ、これじゃいかないの、だからやめて、そういう練習、まあいいや、じゃあいろんな技あるから、いろんな技で試して、右で左手を使う練習、ね、右で左手、右で左手、いろんなの各自によってやる技は違うと思いますけど、まあ、やってみてください。どうぞ。取りに来た右手ね、右手でこう踏む、はい、四角に入るで、隙間があったらこう踏むよ。でも小手返しの形だからこっちで、おへその前、おへそので、おへその前どっち、あ、こっち来てもいいし、こっち下がっても どっちでもいいんだけど、何しろ意識してるの、ここ場所ね、場所で、詰めたらやられちゃうから、詰めたら来ちゃうから、だ出すのね、出す、なるべく出してここへ、そして、ほら、ね、これこの小手返しの形で、その時に、したら右手を見せるの、右手を、あ、左手だ、左手見せて右左なし、まあいいや、まあ、まあ、もう一回見せる、したら、こうやって切るで、今右手なの、右手がつながってんの、で今度左手持ち替えるので、今度左手で、あ、右手だ、なんか右手が離れてで、こうあれ、こう、そう、それでこう、あ、間違えた、こうだこれでこう、これでね、こうで、そういうのちょっと一つやりましょう。小手返しね、小手返し見せて、こう、今、右手、左手、右手かな、なんかわかんないけど、なんかわかんない、それでこう来て、で、今度こうですね、でこうこう、それでこう落としてきた、そしたらこのこっち、でこの時に右で左を考えて、今右だな左だなって分かってないと無意識になっちゃうから、で意識に上げて右で左手を使うっていう意識、使ってるんだっていう意識でやってみる、そういう話ね。これ合気道の稽古って予定通りなのね、だから必ず予定通りに来るの、予定通り。だから、こっち来ないし、あっち来ないし、殴っても来ないし、必ず手出したら来ることになってんだから。だから、予定通りだからね。予定をどうするか。あー、来ましたよって。それ予定通りだ。だから、こう、必ず、他の人を頼んでお願いしますって言ったってね、他の人もこう来るの。だから必ず予定通りだ。予定通りをどうやって資格に入りますか、どうやってあげますか、どうやってやりますかって、そういう話だからね。予定が狂っちゃうと、ああってなっちゃうんだけど、予定通りの稽古してんだから、肩稽古ってそういうの、合気道の稽古、予定通り。だから四方投げとか一挙とか、なんだろう、入り投げとか予定通りなの、全部予定通りで、バトルはないの、バトルはで、フェイントかけたりとか本当はないのね。それで予定通りの稽古で、予定通り入って資格もらって、予定通り上がって、予定通り振りかぶったところにいたって、そういうやりたいわけ。予定通りだから焦ってやることないから、だから予定通りだなって思って予定通りの稽古やったりしてで、上手くなったらバトルやったら楽しい。バトルとかいろいろね、その合気道の技使ってもいいし、使わなくてもいいけど、あの取りに来るのをポカって殴ってくるとかね、そういうことでもいいかもしれない。でもみんなでこういうとこで稽古しましょうって言ってるのは予定通りの稽古だから、じゃあこうやっちゃったらここは必ず来る、そしたら必ず上げてって、自分がどうやってさばきますかって、そういう話だから、必ず彼女は予定通りにしてくれるから、それで小投げね、で右左やったんだね、右左、まあね、右左、この時も左、右、左、
こういう知識を使ってどっちが、まあ、どっちそういう表面意識に上げないと分かんないからね、あの言ってんの やりましょうって言ったらやってみるっていう、そういう話ね。はい、じゃあやりましょう。これを右左ね、右左、あの猫こういうことね、でこうで下落とす、下彼女のところに落とすんじゃなくて彼女の隙間を作ってあげてから落とした方がベストってことは、こう入ってきて隙間ありました、でそこに落としてくる、こう、そうすると自然とリカバリーして上がってきて、そのリカバリーを利用してこう出てくる、そういう形ね。最初言ってんだけどね、あの無理やりこうやっていないのに場所にこう落としてると落ちないんだからね、場所を作ってあげるってのは仕事、こう場所を作ってあげる、そういうこと、ここにこう伸ばしてくる、で彼女が買ってなんか彼女が落ちやすいように場所を作ったら仕事のうちの大半だから、相手の場所を作れないといろいろトラブルになって社会生活でもね、相手の場所作んないでやっつけちゃったらよくないんだよね、あのなんか激しいもらってやられちゃったりなんかして、だから場所を作ってうまく受け身が取れるように彼女の受け身のことを考えてんの、彼女のことを考えてこうやっていい場所を作ってね、全然ストレスない、お互いにストレスないって、そういう社会生活もそのためにやってるんですから、あのじゃあもう少しやりましょう、入り見投げ難しいね、まあ難しいのはしょうがないんですけどね、あの場所取りゲームなの、あの場所取りゲームやってるのと同じだから、こうやってやってさ、彼女の場所近い場所に僕がいたんじゃ彼女は来れないの、だから行き場作るって言ったんだけど、場所ね、こう来た時に彼女こっち来たいのね、こっち来たいから僕は避けて、こう避けてどうぞと場所作ったの、それで場所作って場所作っただけだとこう来ちゃうから、僕はどうするかっていうと場所を作った上で彼女の後ろのここに行かなきゃと思ってるわけで、行ったの、こうに場所を作りながら、そしたらこうなっちゃったの、そしたら隙間ができたの、そこ落としてきたの、風ただそれだけの話なのね、だからあのそれ無理やりやっぱりなんていうのかな、うまくいかないのは大体相手の場所作れないとこうぶつかっちゃったりとか、だから行くのに向こう行かなきゃいけないのにここで落としちゃったらうまくいかないんだけど、自分はこう関係なくてこっち来ちゃったらこうあれ、そしてこう振り返ったらここに場所があったので、下に落としただけ、こうやってこうやって、そしたらリカバリーしてきたんだよね、だから彼女に逆らってないの、優しいって言うのかな、あのだからいい子でいたいんだよ、礼を言ってみるよね、だからいい子で自分がいい子でいるために彼女の場所を作ってあげて、そしてほら優しくやってるじゃないの、そういう風にやってほしいんだよね、なんかみんな、なんか自分の日をさ、自分が場所作れなかったら作れないと彼女に被害与えてやっつけちゃうっていう形になっちゃうのかな、だから彼女のためにも自分はちゃんと技をね、場所作っていなくなって下落としてで、こうほらぶつけないでこう場所もらうって、そういうやってほしいんだよ、そうじゃないと彼女の負担がすごく、まあ、受け身の人の負担ね、こうやってパリ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 壊してっちゃったらさ、彼女すごく嫌だなと思う、この人とやりたくねえなって思うよね、だから優しいの、優しく、自分が優しくしなきゃ、イメージいろいろ入り見投げとかあるけどかもしれないけど、そのイメージに基づいて、僕のイメージはだからこう手を気にして足気にして気がついた上で場所を、彼女の場所を開けてあげたら場所ができました、それを起こしました、そういうふうにやってほしい、そこは各人違うと思うんだけど、技によってね違うと思いますけど、そういうことを考えてやってください、どうぞ。
じゃあ今度行っちゃいましょう。行ってこう上がってきたらね、僕が考えてるのは上がってきて、ああってもう落ちてきたらもうできないのこれ。はい、こっちの技って。だからもう裏入るしかないのこうやって。これ裏の技なんだけどね。普通は上がってきたらもうここに入ってる。そしてこうで重心もらう。彼女。で行き場がなくなって彼女倒れたの。でこのまま死んだら起きてきちゃうんだけど、起きてきちゃうけどずっと出てきちゃって。この手邪魔だから、邪魔だし、こっちと起きてきたからね、こっち出す、こっち、そうすると起きてこれないのね、それでこうする、そうするとこういう形になって、上がってきた瞬間に、あ、こう正面、パッてこうね、上がってきたし、上がった瞬間、落ちてこないんでね、これ入っちゃうから、これ受けないとさ、これ受けない限り、受けれたらボカってくるかもしれないけど、受けれないのに入ってるから、上がって止まったら分からん。で、重心に入って、この手、こっち、こういうふうに、で、下げて、よいしょ、そういうふうにやって、表ね、表の技、じゃあ、5になっちゃって、あーってなっちゃったら、表はもう入れないの、こっち、こうやって手があるんだから、蹴りもある。こっちの足に出てくるでしょ、だからこうできない、だからしょうがないからこういうふうに失敗したらこういうふうに、でこう線でもいい、線でもいい、こう跳ねるぐらいに入る、だから線でもできる、線でもできるんだけど裏でも、あ、裏に入るのは線でやるか、こうになっちゃってしょうがなくて後ろ入るか2つあるんだけど、表はしょうがなくて表に入るってないからね、必ず上がってきた時に、上がってきた時にも線で出てる、だからここは手がある、こうやってやってないの、こうやって振りかぶって打っとうかなって思った時にもこれ出てきちゃったから、そういう話なんですね。でこれも右左使う、できるだけね、こうバーンとこうあるね、これ左で右、これ左まあそういう話、じゃあ表ひっくりやるんですか、でこうやってあーってきちゃって5になっちゃってるのに表はやらないように、ほら無理だからこれね、じゃあ彼女は付き合ってこうやって5になっちゃってもね、こうやってくればできるんだよね、でもできないから実際はこうやってグーってなっちゃってる、こうやってなったらこうしちゃってんだから、もう壊しちゃいそう、こうやって蹴りとか、で実際形はそりゃできるかもしれないけど、それはサービスゲームってやつだからね、彼女がサービスしてくれるからできるので、こう5になっちゃったらできないんだから、みんなそれやってんだよね、みんな5000ってのはこう1000、我より打ちてっていう、その快速の話じゃないけどさ、我より打ちていかないとダメなの、だから自分が打っていったらほら受けたからこうなったらやらないと、彼女が出てきてそれを5になってこうやってやってやったら、だから剣術とか必要なの、少しやった方がいいんじゃないですかっていうのはそういう話ね、5になってんのに洗脳技やろうとしてるから、5になってんのに洗脳技、彼女にこの人重たい、なんかサービス受けにしないからよくねえなってじゃないんだからね、彼女はまともだったらサービス受けなんかしないの、でこうやってやろうと思ったらほら出てきちゃうから終わっちゃうんだよ、そういう話だからね、その辺理解して、でこういう仕事力なんか、まあ、本当にそうですさ、みんな5になってるにもかかわらずですか、洗脳技があって、それサービス受け身で受け身取って、この人受け身ないとか言ってる人いるんだけどさ、そうじゃないからね、これ、稽古してるのは、洗脳技の稽古なの、だから打ってきたらもう出てる。いつかないの、出過ぎてんの、どん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 出てんのから終わって、だから彼女は崩れたの、これ止まっちゃってこうやってパッてやってこうやってできないんだよ、これ出てるからできるの、それのところ理解してね、ちゃんとね、線の技とこの技すごく大事だからね、一挙とか他の技もみんなそう、本当は線の技なの、
だからこうやって なんか持たれてさ、こうやってこれこの技で練習してんだけど、実際は戦の技なの、出てきたの、こうやって抜いてきたの、止めたの、こうやって止めたの、止めたところをこうやってやっつけちゃうって、そういう話だからね。だからほら剣とかそういう武器持ってとかそういう、いやこうバトルと違うのはそういう話、バトルはお互い裸でこうやってやってんだよね。でも我々はこういうところに 何持ってるか、彼女何持ってるか分かんないので、ずっとそれだし死んだ止まりなんだから、いつもそういうこと気がついてて、持っててもやばいやばい、それが普通だからね。試合と違うところね、それの、まあ話が違うな。右と左、右手使わないで、右手だけでやるとか、右手だけでやるとか、右手を使うんだけど、左手休むとか、ね、だから、せっかくやったんだから、せっかくこうやってこういうのだけだからやってほしい。一緒にこうやってこうやって、それだけだからこれね。これ、両手同じように使ったらいつだけよ。だから、こういうほら必ずずらしてる。でそういうことを意識して、ちょっと右と左こう四つ足だったことを思い出せねえか。そういう話だ。今少しやるでしょ。